辰野町東部保育園の斉藤花井です。福祉になったのは子供が好きで、子供たちの成長を一緒に喜びたいかなって思ったからです。自分たちが見た子供たちが将来立派な大人になって辰野町に貢献したりできるようになってほしいです。桑沢健太郎です。住民税務課の生活環境係というところで働いています。ゴミの収集であったりとか、誰かがやらなきゃいけない仕事をやっているんだなという気持ちで、普段の業務に当たれていることにやりがいをとても感じます。辰野町をもっともっと魅力ある町にしていけたらという、そういった夢があります。辰野町教育委員会障害学習課の森下と申します。辰野町に ある文化財全般、埋蔵文化財から、歴史的な資料、そういったものの保存、町の文化財のことを多くの人に知っていただいて、辰野町ってこんなに素敵なところっていうようなことをもっともっと知っていただきたいなというふうに思います。